本日は教育における生成 AI 利用の本質、完全個別最適な探究へというタイトルで、スクールエージェント株式会社の田中様にお越しいただきました。早速ですけども、田中さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。田中と申します。それでは前半30分ぐらい私からお話しさせていただきまして、皆様、適宜チャット欄で、ご質問とかご意見とかありましたら、どうぞお寄せください。よろしくお願いします。はい、教育における生成 AI 利用の本質ということで、私なりに、この2年間ぐらいですね、特にこの2年間においては、チャット GPT の3.5が出たあたりから、もうとってもコンシューマー向けに、使いやすいアプリとか、あと、教育に、いろいろ生徒も使える形で入ってきたので、そのあたりを、どうアップデートしていくのかっていうところを、お伝えできればと思っています。身分というか、やってることとしては会社をやってまして、教育現場に、ICT 活用の促進というサービスをお提供してます。コンサルティングとか、研修とかっていう感じですね。はい。私自身としては、ずっと教育畑におりまして、この ICT 活用が始まるぐらいの時からですね、ちょうど Google を使い始めて発展途上国で ICT 活用の、実験というところを始めて、日本に帰ってきて、今に至るというようなところでやらせていただいています。ちょっと、画面見ていただきたいんですけど、結論から言うと、この、教育と生成 AI のビジョンを考えるっていうところで、ICT の時もそうなんですけど、こうオンライン上の潜在空間、AR でも VR でもいいと思うんですけども、このオンライン上で完結する学びと、学校現場でしかこう使えない学びの違いっていうところが、私はポイントになると思っていまして、この資格に入る言葉っていうのを、これから皆様、企業の方もいらっしゃると思うんですけど、ここの、トレーニングの概念をしっかりと持つっていうことが教育において重要なんじゃないかというふうに考えています。はい。で、早速、じゃあ、生成 AI の大手2種を一応おさらいという感じかもしれない。皆さんご存知なので、おさらいっていう感じになると思うんですけど、見てみたいというふうに思います。はい。じゃあ、まず、チャット GPT の方ですね。チャット GPT の方は、もう今日まさにですね、アップデートがあって、スマホのアプリとかだと、もうテキストをこうやって書かなくても、なんか音声でやり取りすると、もうあっという間に、やり取りができます。例えばこんな感じですね。ディープラーニングについて、中学生でもわかりやすい言葉で、マークダウン形式でパッとわかりやすい形で見せてください。ドンみたいな。何か学びたい、教えてほしい、みたいな時に、こんな形で、出てきますね。はい、出てきます。で、先生方が、これを使うっていう何がやっぱりメリットかっていうと、学校の先生方って本当に仕事の種類が多いんですね。カスタマーサクセスもやってますし、教材研究もやってますし、なんかこう事務処理もやってるっていう、こう限られた時間の中で情報をパキッと仕入れなきゃいけないっていう、そういう職種なので、こうやってパッて出してくれるっていうのは、単純に業務の引き算になるっていうのが、言われていますと。で、あと、こう、言語設定とかも、チャット GPT や、ちなみに英語とかも使えるので、マイクをオンにしてあげると、英会話もできちゃうんですね。行ってみますね。じゃあ、今から、私と英会話をしてくだ、あ、違うな。英語で答えないといけないのか。失礼しました。じゃあ、はい。From now, let's talk together in English. So, but I cannot speak English very well. So, please give me some question one by one. みたいな感じで言うと、こう、英会話をですね、始めてくれます。My favorite hobby is playing basketball with my colleague. So I can enjoy with them and I can share the idea how to play みたいな感じで、僕英語ちょっと下手なんですけど、英会話はこんな風にできたりしますね。で、英会話をしていると、こうやってフィードバックもくれたりするので、こう個別に今あるこう教育の中でスピーキング能力身につけようみたいな時もあると思うんですけど、先生が一人一人にフィードバックするんじゃなくて、こうやって個別に生徒たちもフィードバックをもらえるっていう強みがありますという感じですね。
で、またこっちはジェミニの方ですね、Google のジェミニの方なんですけれども、こっちも同じ感じで聞くことができます。ディープラーニングについて分かりやすく教えてください。さっきと一緒ですね。Google のジェミニの方も、こうやってパキッと情報を渡してくれますと。なぜか答えてくれなくて今ちょっと困ってるんですけど、あ、はい。こうですね。こんな感じで答えてくれます。で、Google の方はやっぱりこう検索に特化してるっていうのもあって、まあ他のサービスもね、いいやつあるんですけど、まあ、こうやってリンクをつけてくれたり、書かれていることの信憑性をチェックしやすいダブルチェックレスポンスっていう機能、回答の検証っていう機能なんかもついていまして、こうやってどこのホームページから情報を取ってきたかっていうことが、こうバックヤードでこう計算してくれるんですね。はい。ということで、なんか AI のハルシネーションについて評価がしやすい生成 AI も出始めているというところでございます。まあ、大手2種だけ紹介したんですが、他にもたくさんあって、もうとっても便利になってきているので、皆さんももうすでにお使いなことというふうに、思っております。で、ね、私たちが、まあ、生成 AI をなんで勉強した方がいいのっていうところをまとめると、まあ、私学校業界を、まあ、主軸にサービスを提供しているので、まあ、最大公約数ですね、全国の公立、私立の、まあ、小中高、まあ、ひょっとしたら大学もそうなのかもしれませんが、まあ、圧倒的に教員が足りてないと、優秀な先生が少ないと。で、見つかりにくい、雇いづらいっていう問題があるように見えます。で、さっきも申し上げた通り、業務が圧倒的に多いので、やっぱりこう減らしていかないと先生方が続かない、割に合わないというような、まあ、ことをやっぱりお感じになると。で、疲弊していくということですね。これ私も教員だったので、わかるんですけど、特に子育て世代ですね。はい。私も毎朝保育園送っていって大変だなと思いながら、電話かかってきますよね。こう、子育てしてると。まあ、なので、この子どもたちのためにって働いてても、なかなかこう、さばききれないっていう感じがあるので、まあ、業務経験必要と。で、今日のテーマなんですけど、この個別最適化っていうところですね。子どもたち一人一人に学びを、オーガナイズしていくという考え方で、カリキュラムも組まれてますし、そういうビジョンをみんなで描いてる。まあ、ここをですね、まあ、同時に解決していくっていうことを考えたときに、この生成 AI っていうものが、まあ、本質的な解決法になるだろうと私は予想しています。で、どういうふうに使っていくのということで申し上げると、まあ、やっぱりまだまだ生成 AI 慣れない、使ったことがない先生方がやっぱりマジョリティを占めておりますので、この二軸、開拓性と計算量という二軸でこの生成 AI を捉えたときに、まあ、従来教育でまずは使えるところから使ってみようという左下のステージから、これからまあお見せするような例をたどってですね、生成 AI っていうのは計算機ですので、そのデータサイエンスの文脈では非常に強いというところがありますので、まあ、こちらにまあ向かっていくと。何でもかんでも教育現場で使えるっていうわけではないと思います。もちろん、学校でしかできない学びっていうのが他にあると思っているので、まあ、そこは、各校でビジョンを描く必要があると思うんですけど、まあ、こういう文脈では非常に強いのかなというところを何個か、事例をお見せしたいと思っています。まずちょっと小学校的なところで言うと、これ私の娘の、事例なんですけど、小学校1年生なんですね。非常に可愛くて、パパ遊ぼうっていうふうに言ってくるんですね。で、サイコロ作ったんで、なんかサイコロで出た面に一番多く、彩られている色でポイントがもらえるゲームをしたいというふうに言ってきたので、なんでそんなの考えるんやって思うんですけど、まあ、サイコロ振って、記録して何色が出たかなっていうのをやってみたと。で、この娘が設定したポイントが、まあ、もらえたわけなんですけど、まあ、1年生なので、なんかこう、計算、筆算できないんですよ。で、筆算も別に2個とかだったらできるんですけど、こう、10回分のそのサイコロの結果のポイントとかを足し算するっていうのはまだできなくて、パパ計算してって言ってくるんですね。まあ、なんで、まあ、そういう悩みとかを生成 AI に相談したら、こう、QR コード書いてるんですけど、まあ、こういう Python で、計算してくれる、まあ、コードを書いてくれてですね。娘が可愛い感じになんか入力して、コードはコピペしました。チャット GPT と一緒に私と使ってですね。で、まあ、ゲームを記録するだけで点数が出るっていうものを作ってみたりしました。これなんかすごい例ではなくて、実は小学校、中学校の中に、このデータサイエンスの中の数学部分の統計分野っていうのがもう入り込んできてるんですね。まあ、これは公立、私たちが小学校の時、中学校の時はなかったと変化でございます。もう小学校1年生からこうデータの個数とかをちゃんとですね、データの記録っていうことをやってます。
まあ、例えば夏休みだと咲いた朝顔の数とか色とかを記録するなんかプリントが配られて、こうデータをしこしこ集めていくっていうことをやったりもしてます。で、小学校2、3年生から上がるにつれて、こうデータの軸が増えたり、まあ、グラフにしてみたりっていうことが、まあ、やられてますね。で、まあ、それが中学生になると、こう度数分布表とか相関関係とか調べ始める準備に入って、まあ、高校生では、いわゆる仮説検定に向けた、まあ、統計のメインストリームのところを扱っていくっていうような流れになります。まあ、こういう実態もある中で、生成 AI っていうものが授業の中でしっかりと算数、理科、まあ、そのあたりにもうまくフィットする形で、今は検討が始まってるっていう形ですね。で、具体的な公立中学校の事例をちょっとお見せしますと、こちら千葉県にあります波佐間中学校さんを私担当させていただきまして、まあ、そこで研究授業が、何回か行われている中での事象です。で、何も算数理科だけの話ではなく、これ国語とか美術の時間の事例なんですけども、まずこの大きめの写真で写っているのは、特別支援学級の、子どもたちです。とっても意気揚々と学んでくれてるんですけれども、普通学級の子たちに比べて、とっても素敵な特徴をみんなそれぞれ持っている子たちですので、先生たちも、まあ、通常学級の子たちよりも、より気持ちを込めてご指導なさっていると。で、一人一人に本当は横についていたいという思いがあるんですけれども、チャット GPT を一緒に使いながら、これは国語の授業の事例なんですけども、こう季語ですね、歌を作るときにこう、適切な時期に合わせたこの歌を作るっていうところに対して、季語をやっぱり学習していくっていうシーンなんですけど、圧倒的にこの子供たちに対するフォローをチャット GPT でしやすいということで、もう特別支援学級でも使われ始めてるっていう事例ですね。右側の写真は、中学校の、美術の時間で、ナップサック、自分が作ったナップサックに付加価値をつけてプレゼンテーションをしようっていう授業なんですけど、こうプレゼンテーションの、内容をチャット GPT と相談しながら、グループで発表してみたっていうような事例です。こう従来の教育の中でも、もうスッと入ってですね、使われ始めてますよっていうことですね。はい。で、二軸用意したっていうのは、この右軸の方は開拓性ですね。子供たちのアイデアを発散していくような使い方。で、縦軸が、まあ、学習支援進化型っていうことで、まあ、例えばこんな感じです。お見せしましょう。よいしょ。よいしょ。はい。では、今から、三せ、三、あ、そうか。日本語にしないといけないですね。すみません。失礼しました。日本語。はい、では今から三平方の定理を学ぶための、小テストを私に出してください。4択問題がいいなと思ってます。はい、こんな感じですね。はい、直角三角形の一辺が3センチ、4センチの時斜辺の長さは何センチですか？みたいな感じの問題。それから、まあ、同じような感じですかね。はい、はい、はいと。じゃあ、これに答えましょう。ちょっと1問目は正解するんですが、2問目はあえて間違いますね。問題の1は A が答えだと思います。問題の2は、これも A が答えだと思います。っていうと、はい。問題の1は正解で、問題の2は12センチが答えなので間違いです。あ、でも両方とも正しいって出てしまう。答え。まあ、ちょっと差分はあるんですけれども、出した答えに対してフィードバックをくれるということですね。はい。で、こういう、まあ、問題を解いていく中で、ちょっと私にはこの問題は簡単すぎるので、こう三平方の定理を応用した何か難しい問題を出して、っていうと、ちょっと難易度が上がった聞き方で、まあ、こんな風に問題が出てきます。難しい問題にチャレンジすると、なんかこう、ヒントが欲しくなりますよね。で、ある子は、まあ、もう先生にヒントくださいって言うんじゃなくて、問題の1番なんだけど、ちょっと私には難しいので、少しでいいからヒントください。という感じで、まあ、それぞれの、まあ、ニーズに応じたやり取りをすることができるということですね。まあ、こうやって計算量をすごいたくさん上げていくと、だんだんと子どもたちの状態に合わせたまあ、学び方っていうのができるようになってきます。まあ、もちろんね、既存の AI 製品もそういうことを実装してるんですが、まあ、より個別にフィットしやすいという感じですね。
ちょっと事例何個か言うと、今のが小テストの事例で、これまさに各学校の各単元、各先生の教科や単元に合わせて問題を出してくれますということですね。はい。で、プログラミングにおいても結構これが強く出てきて、今数学の事例をお見せしたんですけど、プログラムに関してはチャット GPT 非常に強くてですね、中学の技術や高校の情報っていう教科で担当され、教えなきゃいけないプログラミングなんかは余裕で出せちゃいます。まあ、したがって、こう、教科書に書いてあることをみんなでなぞるみたいな時間よりも、もうゲームを作ってみようとか、アプリを作ってみようっていうところから入って授業をするようにしています。今まで1学期かけて教えてたことが、もう3週間ぐらいでクリアできちゃうようなスピード感で進んでいるっていうところは非常に大きいですね。まあ、よって、こう、高校情報1の中で、例えば、いわゆる相関図を作ろうとか、あと、線形回帰をしてみようとか、そういったところの実習も非常にすんなり進んで、子どもたちに今までの勉強量と勉強時間を記録させて、テストの結果どうだったかっていうデータを取らせてですね、まあ、それを無害化して個人情報が出ないような形にして、このクラスの子どもたちはテストで何点取りたいって思ったときに何分勉強しなきゃいけないっていう予測をすることができる。そういうプログラミングにもチャレンジができて、まあ、非常に時間を有効活用できたなっていう気がしています。はい、メタ認知のところはさっきご紹介したので、もうスッと行くんですが、まあ、プレゼンテーションをこうやって音声で届けて壁打ちすることができるので、自分のプレゼンはこういうところが甘いんだなっていうことを、まあ、チャット GPT とかに教えてもらうことができますということですね。なので、例えば社会問題の解決法なんかも AI と一緒に考えていって、この AI の考えと、ここが甘いよねと、ここ現実性ないよね、ここ持続可能性ないよね、みたいな観点で、ゲーム感覚でアイディアをブレインストーミングしていくことができる。で、クリティカルに議論していくことができる。まあ、こんな活用も進んでいます。で、私、データ分析に向かうというふうに先ほど申し上げました。企業の皆さんは、まあ、こういった調査を日頃からされていますが、今、高校でもですね、こう企業とコラボレーションをした企業探求っていうような形のサービスなんかも増えてきています。で、その企業に入り込んで、マーケティング調査をしてみようという授業の一環だったんですけど、まあ、子どもたちが集めてきたデータをですね、拾ってきたデータを、定性的なデータ、定量的なデータ、いろいろあるんですけど、アンケート分析、どういうことがで、分析したいかっていうのを先に決めて、アドバイスをもらって、アンケートを要約してもらったり、あるいは集計してもらったりということで、またその解釈についてもアドバイスをもらえたりします。ただですね、こんな風に勉強してきているんですけど、なんかやっぱり、所詮計算機というか、学校でしかできない体験ってやっぱりすごくあるなと思っていて、例えば社会問題みたいなものを生成 AI と一緒に考えて解決策を練ってみたんですね、子供たちと。まあでもやっぱり、日本から出たことないんですよ、ほとんどの子は。なんかこれやっぱり大きいし、やっぱりその現場、その課題がある現場に行ったことない子がほとんどなので、どれだけ数字を転がしたり、データを転がしたりしてみても、なんていうんですかね、なんかブレイクしないというか、こう、研究まで全然たどり着かないという感じです。だから探究と呼ぶにはまだまだ浅い、なんかこう、なんていうんですか、前段階の状況っていうのはやっぱり変わらなくて。まあ、私は海外に出て、こう、学校を作ったりしたこともあるので、圧倒的な貧困とか、圧倒的な、なんていうんですかね、どうしようもない社会の、未成熟な感じとかに触れると、もっともっと意思を持って学ぼうとする意欲が湧いてくるので、まあ、最高の、まあ、メタ認知っていうのは、やっぱり学校でしかできない体験、まあ、地方に行くとか、ちょっと社会問題に触れてみるとかっていう、そういうフィールドワークこそがやっぱり重要なんだなっていうことも、チャット GPT を使いながらですけど、気づいたところになります。はい。まあ、結局 SDGs とか扱ってもですね、平和すぎて当事者意識を持つ体験に飢えているっていうのが、まあ、学校の実態で、まあ、この辺は生成 AI を用いる用いないに関わらず課題として存在しているということですね。はい。ではデータサイエンスのところをちょっとお見せしていくんですけど、例えば避難訓練とかって全学校で行うんですけど、教室からじゃあ廊下に出て、階段のところに行くまでに何秒かかるのかなっていうシミュレーションを、してみました。で、普通のプログラミングの授業だと、間に合わないんです。ここまで行かないんですね。教えなきゃいけないことが多すぎて。まあ、なんですけど、見せましょうか。これですね。はい。
こんな感じですね。まず、何秒刻みで、微分するのかっていうのを設定して、あと、教室から出るときに一歩の歩幅は何メートルでとか、あと、何個のステップでシミュレーションするのかっていうのを子供たちがそれぞれ計測して設定します。足のサイズとか、避難するときに前の人と何メートル離れましょうみたいなのを設定して、まあ、それを時間方程式立てて実行させると、教室の中から何秒で外に出るかみたいなことが、こう再生ボタン付きでできるようになるっていうシミュレーションなんですけど、まあ、これもですね、ここ、ちょっと見えますか？ここに、ジェミニっていうのがついてるんですよ。まあ、子供たちがジェミニを使っちゃダメなんですけど、チャット GPT に移動して、保護者の許可もらってますので、チャット GPT に相談しながら、コードを理解したり、組み上げたり、修正したりするっていうことにチャレンジを、まあ、しています。なかなかリアリティのあるシミュレーションで、しかも全国どこでもできるところなので、子供たちも実際に避難してみてですね、かかった時間と、このシミュレーションでやってみた避難の時間とっていうのを比べてみて、どれぐらい差分があるのかっていうところで、その差分が生まれた理由の考察なんかをすると、こうプログラムの、この実用性みたいなところを評価できて、まあ、これすごく楽しかったですね。学校の中で実際にやってみて、シミュレーションもやってみてということで、まあ、面白かった実例に。まあ、探究まで行ってないですけどね。で、データサイエンスの下りで言うと、タイタニックの乗客名簿のデータっていうのがカグルに、まあ、落ちていますので、まあ、それをチャット GPT と一緒に前処理をしてですね、言ったら生存予測モデルみたいなものを、ランダムフォレストモデルを形成してできるようになるんですね。で、まあ、簡単に言うと、まあ、女性が生き残りやすい。で、かつ、高いチケットを買った人ほど残りやすい。で、あと、家族連れの方が、生き残りやすいっていう結論にたどり着くんですけど、実際に映画を宿題で見させて、このデータで出た、まあ、生存予測モデルと、その映画の情景っていうのを見比べさせて、まあ、どれぐらいリアリティがあるのかっていうのを、まあ、考察させたっていう理論ですね。まあ、これもチャット GPT がないと絶対無理です。こんな高度なコードを子供たち書くことも理解することも難しい、授業の中だけじゃ難しいですので、まあそういったところをやりました。あとは、まあスタンフォードの有名な去年の12月に出た物体認識と、あとロボティクスですよね。これちょっと見えますかね。はい。センサーで物を見極めて、そこにある物体と、まあそのタスクっていうのをしっかりと実行できるように、学習させたロボットということですね。当然こういう動きができるまでにたくさんのエラーが起きて、まあそういったことをしっかりと修正してこの動作ができるようになっているわけですけど、まあこういうものにも、ただ物体を認識するだけじゃなくて、言ったら、プログラミングで柔軟に、物事を実行できるように、生成 AI も絡んでいるというところで、まあ、ここの物体認識をしっかりと、じゃあ勉強しようということで、子どもたちにも、ヨロモデルっていうのをですね、使って、例えば、これは人である、これはカバンである、これは、なんだろう、メガネであるとか、子どもたちが、設定した、まあ、クラスっていうんですけど、まあ、認識させたいものを、その写真の中から認識できるようなコードを、みんなで編集してみようっていうことをやってみました。まあ、これもですね、無料の、Google の、コラボラトリーっていうもので、まあ、できるようになっているので、まあ、こういった、なんて言うんでしょう、身近な実験と紐づくところっていうのが、こう生成 AI と、なんでしょうね、学びのこうメリットになってきたっていうのが、まあ、実感としてあります。まあ、絶対こんなの先生だけで教えられないです。もう世の中のすごい人たちを招聘しないと多分できなかった事業が生成 AI と一緒になると、こんなこともできるようになったんだなっていう、まあ感触を持って、非常に面白かったなと思います。もう今日は時間の関係であまり深入りはしませんが、アルファポードを使って遺伝子のコードっていうのを 3D モデリングしてみようとか、損失予測をしてみようとか、まあそういったことも、できてきているので、情報2という分野で、これからまあ扱う教材の紹介になるんですけども、架空の、まあ、クラスを用意して、その架空のクラスでの人間性みたいなものを20人分予測して、架空のチャットをさせるんですね、生成 AI で。これを見せた方がいいか。イメージ湧きませんよね。生成 AI を使ったシミュレーションって結構面白くてですね、こんな感じです。
今から、架空のクラス、20人分の子どもたちのペルソナを準備してください。10人ずつ男女に分かれたクラスです。で、まずは、個性を設定してください。というと、まあ、はい、架空のですね、クラスの、まあ、男の子たちのデータとかを、まあ、生成し始めてですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、できました。じゃあ、このクラスで、文化祭の革新的な、出し物を一つ決めたいと思います。それぞれのペルソナに応じた、会話が起きると思うんですけど、その会話を、出し物が決まるまでの会話のプロセスをシミュレーションしてください。で、まあ、こんな風に出てくると。はい。で、まあ、それぞれの個性に応じた会話をこうやってし始めるんですね。これシミュレーションです。で、今日はこれはすごく短い会話を皆さんにお見せしていますが、まあ、これをですね、ある程度、まあ、貯めていくと、こんな実験ができます。よいしょ。その会話をもとに、このクラスの人間関係をネットワーク図で表してみようとかですね。で、ペルソナをある程度変えてみて、ちょっと偏った性格の子っていうのを作ってみたときに、ネットワーク図がどう変わるのかって。このノードの集まり具合とか、集積具合がどう変わるのかっていう実験をするとか。あるいは、まあ、これはもう子供たちにやってもらったんですけど、高1でやったのか。X のですね、API を叩いて、例えば、とある企業、とある、トピックに関するツイートをたくさん集めてくるんです。で、そのツイートを、ビッグデータ解析して、自然言語処理して、ポジティブな、ツイートがどれぐらいあるのかっていうのを、まあ、分析したりですね。感情分析ですか。だからポジティブ、ネガティブの度合いをマイナス1から1までの、定量的な数字で出すっていうことをやってみてるんですけど、まあ、こんな風にして、API を使うっていうことにもつながっています。最近やってるのが、これですかね。まあ、とはいえデータサイエンスとか男の子は好きなんですけど、まあ、若干こう女の子受けがしなかったりするので、なんかこう身近な現象とつなげてみてるんですけど、プロのアロマテラピストに入ってもらいまして、これ文科省の予算が降りていて、一つの学校に、まあ、1000万ぐらい予算がつくんですね。DX ハイスクール予算っていうのを使って、で、アロマテラピーとマシンラーニングっていうのをちょっとやっていて、まあ、このクラスに関しては、このアロマオイルっていうのを、まあ、買い与えてですね、予算で。一人6000ぐらいかけたのかな。で、このアロマの効果っていうのを、まあ、睡眠アプリとか、あと主観的な分析で、まあ、どれぐらい変化があるのかっていうのを追ってみます。みんなで寝る前に必レモンの匂いを嗅ごうって言って、その次の週にデータを集計してみる。で、次は、また違うグレープフルーツの匂いを嗅いで寝てみようということで、1週間1週間こう匂いを変えて今データを作っている最中なんですね。まあ、それが睡眠の質や感情の変化にどれぐらい影響を及ぼすのかということを、モデリングして、今度は、こういう効果が欲しいって、聞いたときに、じゃああなたにぴったりなアロマはこれですよってこう回答を返すような AI をちょっと作ってみようかなということでみんなで試していると。まあ、なんで勉強するだけじゃなくて、なんかこう身近な例につなげる探究っていうのが、まあ始まっているって感じですね。はい。まあ今はチャット GPT を例に、この時間すごくたくさんご紹介をしてきましたけれども、まあ、子供たちもこの生成 AI を用いて何かこう答えをもらうっていうものではなくて、まあ自分のアイディアっていうのを磨いていくもんだなっていうことに、うすうす感づき始めてるっていうような状況です。何か、こう、研究をするとか、探究をしたいっていうときは、なんかこう、調べて終わりじゃなくて、こう、明らかになっているところを、こういうチャット GPT とか、AI を使いながら解き明かしていって、まあ、英語の文章でも要約してくれるので、あ、今世界はこうなってんだなっていうのを見た後に、まだ明らかになっていない知識の溝をみんなでこう、攻めていくっていうような、まあ、こんな、授業が高校では始まりつつあるというところですね。まあ、ところが皆さんも思い出してください。学生の頃、先生に与えられた課題ばっかりやってたと思うんですけど、今も変わってない学校たくさんあります、正直。
で、ただですね、子供たちは、この誰かに与えられた課題ってつまんないんですよ。なので、自分で、この問いを見つけるっていうのが大事になってくるんですけど、この問いを見つけるときにも、例えば、先行研究レビューをまずやってみようと。で、どんな、テーマでもいいというふうにして、子供たちに、ニュースとかをですね、読ませたり、論文とかを、読んでもらったりすると、もう先生方では絶対教えれない宇宙の概念とかを これ生徒の成果物ですけど、先行研究してくるんですね。で、僕たちではこんなのフィードバックできないわけですよ。なかなか難しくて。で、論文と論文の要約と分析とか、論文と論文の間の違いとか共通項をちゃんと探し出してですね、最後は、今度自分で課題を設定していくっていうところに、進んでいくわけですけど。こういうところにもやっぱりチャット GPT があるからこそたどり着けるなというふうに思ってます。はい。では時間が近づいてきたのでそろそろまとめに入るんですけれども、こういう、ちょっと課題、なんか問題集をやろうとかじゃなくて、問いベースの探究とか総合学習を作りたいなって思うと壁があるんですね、実は。それが、先生一人で40人を相手にしてたところなんです。つまり自由に学んで OK だよって言うと、40人が40人それぞれの方向に進むので、私たち教員にある時間内では裁ききれないですよね。はい。なのでそこをチャット GPT と一緒に進めながら、当然間違った情報も返してきたり、曖昧な情報を返してきたりするんですけど、そこに関してしっかりと僕たちがファクトチェックをしていくというような形。さっきの、ジェミニで、これはどこの出典なのとか。僕、見せれるようにお見せしたと思うんですけど、ああいう機能を使ったり、僕がこれ作ってるんですけど、ファクトチェック8つの問いっていうもので、情報源が信頼できるのか、それが最新なのか、複数の情報源が一致しているのか、専門家はどういうふうに言っていて、その専門家と、企業の利害関係はどうなのか、データはちゃんとエビデンスは論理性が担保できているかとか、そういったことを子どもたちと一緒に考えるっていうようなことにつながっているので、これ、生成 AI がなかったらできなかったことですよね。うん。というような感じです。じゃあ、まとめますけど、もう、間もなく、これ、OpenAI の公式のレポート、ちょっと古いやつですけど、2016年ぐらいまではカラスの脳みそぐらいだった、この AI の、大言語モデルなんですけど、これがもう間もなく人類の一番賢い人の脳みその能力を超すだろうと言われています。で、一言で言っちゃうと、弁護士とお医者さんの資格を同時に取っちゃうような知能が、現在無料で使える。あるいは、有料にするともっと手厚く使えるというような状況です。しかも、マルチリンガルで。で、世界人口の、2倍以上ですね。18ビリオン。2025年には18ビリオンに到達するモバイルデバイスの数なんですけど、このデバイスそれぞれで、この人工知能にアクセスできるというパラダイムにおいて、教育っていうのが人間中心の教育っていうの、というところから、計算機を使うことが当たり前の教育になっていく。で、探求すること、研究することも計算機を中心になっていくというふうに予想しつつあって、まさに教育の、イズムが変わりつつあるというふうに見えているというところでございます。これはもうもはやパラダイム変化のその上だなというふうに思ってます。今ご覧になっている皆様は、企業の方であったり、あるいは大学の先生であったり、教育からはちょっと、遠い方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、現場としては、教員としては、児童生徒に何ができるだろうかという問いが、今目の前にあります。改めて理念を公開して、潜在空間で、オンライン上でできる学びっていうのは、もうそこを学校で再現する必要ってあるのかっていうところですね。これをパワーワードとして聞こえてしまうかもしれないんですけれども、僕たちはよくよく、本当によくよく考えてですね、オンラインでしかできない学びと学校現場でしかできないフィールドワーク、こういったところのバランスを再構築しないと、この時間割でこのまま行くのかっていう、もうみんな気づいてますよね。だからそこに向かっていくということを、教員の皆さんと一緒に考えている。そんなふうなワークショップを日頃届けております。すいません。ちょっと、35分くらい経ったんですが、私からの話題提供はこの辺で一旦締めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。非常に興味深い、こんなに高度なことを子どもたちすでにやってるんだなっていうことで、非常に参考に勉強になりました。ちょうど私たちも来週かな、小学生向けに生成 AI を使った香水を作る
ワークショップをやることにしていまして、まさにちょっと可視化しにくい感性を生成 AI の力で可視化するってことにトライしてるんですけど、そんな意味でも先ほどのアロマセラピーの話も大変気になりました。ありがとうございます。すでにいろいろな質問が来ているんですけども、まず、生成 AI の学校での普及の状況について、すでにパイロット校では生成 AI を使った授業ってなされていますし、あと先ほどのお話を伺っていても、なんかデジタルの時ってなかなかちょっと反発が大きいというか、なかなか普及がしなかったのに比べて AI に関しては少し前向きな感じを見受けられるって私も感覚で感じているんですけども、田中先生もそういうふうに感じていらっしゃるっておっしゃっていました。一方でこんな質問も来ていて、やっぱり教育委員会が認めていないところもあるようですし、年齢制限があったりするケースもあるので、その AI の、進化に追いついていけてないところもあるのではないか、その対策としてどのようなことが考えられるか、つまり生成 AI をより一層教育現場に普及させていくにあたって、どういうことが大事となってくるかっていうことかと思いますけども、いかがでしょうか。もうこれは一つしかなくて、偉い人に見せるということですね。偉い人が生成 AI をそんなに触ってないのに、なんか決裁権を持ってるってことが問題だと思っていて、公聴会とかで生成 AI 研修をやるっていうのはもちろんなんですけど、もっと上で、教育委員会の偉い人ですね。多分現場の人たちはもう気づいてるので、教育委員会の、末端の部隊の人たちは気づいてるので、この偉い方々、もう本当に、決裁を決める方々に検証する必要があるなと思ってます。例えばこれから ICT 活用の計画を立てていこうとか、実行していこうっていう時に、そこにこの最新の生成 AI の現状を知らないまま、なんか方針を定めたりされると、もう目も当てられない状況になるので、なのでここはですね、そういう実態がもしあるならば、教育委員会が認めていないっていう実態があるならば、そこの一番偉い人に、何らかの力を使ってアプローチし、この体験をしてもらうっていうのが重要かなと思います。ありがとうございます。ビジネスの世界においても、その経営者が、ICT それから AI についてどのぐらい理解があるかってことが重要だってお話が、常々ありますけれども、学校現場、教育現場も同じということかなと今のお話を伺っていて思いました。で、一方で、じゃあなぜ、ICT デジタルの時よりかも AI の方が、受け入れられているのかっていうことに関して、先ほどちょっと雑談で話をする始まる前に、だから田中先生はその引き算の部分がより分かりやすいからじゃないかってお話がありました。確かにちょっとね、やっぱり公務を簡単にするってことが、 ICT よりかもより簡単にできる側面っていうのを使ったことがある方であれば感じられるところではないかなと思うんですけど、田中先生から見ていて、例えばその偉い人たちの話をするにあたり、どのぐらい効率化できているっていうふうに感じられていらっしゃいますかってことと、具体的に最も効果がある、その効率的に公務をするという視点において効果があるもの、トップ3を挙げろと言われたら何を挙げますかってことについてどうでしょうか。ありがとうございます。私はあくまで教育セグメントの話を今からするんですけど、今のお話の中で重要だったのが、その ICT の時ではうまくいかなかったのに、生成 AI ではなぜこんなに注目してるのっていう前提部分の問いがまずあると思ってて、そこからお答えしたいと思うんですけど、研修を何十回、もう多分100回ぐらいやってるのかもしれないですけど、そう、先生方にそれぐらい研修をやってると、もう明らかな差があるんですね。それ何かっていうと、生成 AI を使ってみようっていうワークショップをやったときに、今まで ICT 苦手だった人も、まず楽しいと思うんですよ。なんでこれってなるんですね。でもこれって、なんか、例えば Teams を使ってみようとか、Google のクラスルームを使ってみようって同じ研修をしたときに、なんじゃこりゃとはならなかったというか、ふーんって感じだった人もいたんですよ。ところが、今回のイノベーションってそうじゃなくて、これ絶対役立つじゃんって、なんか、明らかな、なんか知的好奇心が湧き出るような、反応になるんですよ。まず楽しいということが違いの一つとしてあって、その中で、さっき言ったどんな引き算があるのかっていう三つの問いに答えると、まず自分の考えてるように、テキストをダーって出してくれるんですよね。つまり、叩き台を出すのが早いというのが一つ目ですよね。例えば、手紙の案。校長先生だったら、始業式の言葉、ありがたいお言葉とか、卒業式のありがたい定型の言葉とか、
そういうのを自分で書くと、たとえ500文字でも 何十分ってかかっちゃうと思うんですけど、それをわずか1分以内でだって、あとは修正するだけみたいな感じですね。これがまず一つですけど。で、二つ目が作文です。先生方の主な業務の中で一番割合を占めるのが子どもたちの、まあ、評価の部分ですよね。うん、テストをしたり、小論文を書かせたりっていうところで、ここにおいてまず作文っていうそのハードルがあるんです。でところがまあ算数数学のテストって簡単に作れるんですよ。数式版って言ったら終わりなんで。でも国語社会とか割とこう読み物系、英語とかもそうなんですけど、読み物系の作文するのがまあ大変なんですよね。うん、でそういう、なんか、作文をするのがまず簡単になるっていう、これは明らかな引き算であると、まあ、いうふうに思います。で、三つ目、まあ、三つ目なんですけど、アイディアを練るっていうときに、話し相手がいた方が、絶対いいアイディアって生まれません？なんかこう、一人で、発案するよりも、例えば、タバコ吸いながらとか、お酒飲みながら、同僚と話をした方がアイデアが湧くってことは、皆さんもご経験があると思うんですけど、で今まで一人だとそれができなかった、付箋を書いて貼るぐらいだったやつが、チャット GPT と対話をすると、アイデアが、なんか出てくるんですよ。アイデアをもらうという感じではなくて、自分の中に見つかるみたいな感覚になるっていうのがあって、だから先生方はチャットするだけで、なんかそこを無意識のうちに認識してもらえるっていうところが、さっきの楽しいにつながるっていうふうになってると思うんですね。まあ、なので、先生が、体験会をすれば、みんな分かってもらえるっていうのは、なんかそういうところがあって、進んでるんだと思います。ありがとうございます。私も最も使うのは壁打ちの相手として先生を使うってことが最も利用の頻度としては多いので、すごく納得するところでは、はい、あります。ちなみにですね、毎回といって出てくる質問がですね、今度はじゃあ対子どもたちに対してなんですけども、最も生成 AI を使うに効果的な教科、もしくは場面、授業の中での場面はどういうところかっていう質問が来ていて、もちろんいろいろな使い方があると思うんですけど、まずそれこそまだ、トライアルレベルの学校で、効果を元を感じてもらうのにどこを入れるといいかという意味で、これもトップ3あたりを教えていただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。まあ、効果、何の効果を測るかっていうのが、まあ、あやふやな状態でこういうことを言えないんですけど、そうですね、僕が何の教科かっていうところに先に答えると多分国語です、これ間違いないと思っていて、僕たちの知能って基本的には日本語で思考されるじゃないですか、まあ、ネイティブの英語を喋れる人もいますけれども、でその日本語で思考して日本語でアイデアを練って日本語で表現していくっていうことが基本になりますよね。でその言語能力の上昇っていうことが僕たちの全ての能力に関わってくるっていう意味で、で今回のこの大言語モデルを日本語で使う、壁打ちをする、で新しい知識を得る、でそれを自分で意見を述べてみる、であるいはこの具体的な情報のやり取りっていうところから、あ、これってつまりこういうことなんだなってこう一個抽象化して理解することができるっていうのが可能になるんですね。でこの具体と抽象の往来をチャット GPT とやらせる授業って国語なんですよ。で具体的にもうこれ事例が出ていて、先ほどの千葉の公立の波佐間中学校さんの事例を紹介したと思うんですが、そこで国語の授業で、とある作品を要約する、でまた別の作品を要約するっていうことをやってました。で要約したところの差分を取って魅力的なこう文章を作るためにはどんなポイントがあるのかって一段抽象化したレベルで、子どもたちに課題を与えていた。でそれをチャット GPT を使ってやってみると、要約された内容をどんなテーマでも当てはまる形にフレームワーク化できたんですよ。フレームワークになったら、これ別にテーマが富士山だろうが、テーマがまあ戦争だろうが、テーマがまあ他のものだろうが、こう魅力的にこう要約するためのまあ枠組みがある分、なんかいろんなことに転用できますよね。こういう、こう、言語本来の抽象化のうまみみたいなところにたどり着くと思うっていうのが、まあ、一つ目ですよね。で、二つ目が、画面共有まだしていいですか？あ、大丈夫ですよ。はい。二つ目がですね、まあ、なんか、これなんか、授業の活用事例というか、ですね、これ生徒のレポートを、評価させる GPTs っていうのを作ったんですね。何かっていうと、レポートを評価することに特化したチャットボットを作れるんです。
チャット GPT って。で、生徒のレポートをこうやって突っ込んであげると、じゃあこのレポートをこの観点で評価しますということで、まあ、例えば、研究の背景と目的についてこう評価をしてくれて、で、一方で、その、なんか、書き方が甘いところについては、こういうところが記載されてないようです。こういうところが明示されていません。で、研究成果の、整理と分析についても、こういうところが欠けてます。みたいなこと。で、最終的に、見てください。こうやってスコア出してくれるんですよね。3点満点で、この観点でスコアがどうだったかっていうのを生徒の課題で処理してくれるっていう感じなので、先生たちが、この授業でこういう観点で生徒のレポートを評価したい。ってなったときに、わざわざ先生が言う必要ないことってあるじゃないですか。例えば、文章表現を数学の授業で、数学の証明の授業で、これ日本語の使い方おかしくないとかって言うわけですけど、そんなの、数学の理論からすれば関係ないんですね。そういうなんかちょっとずれた、なんか枠組みの中で出さなきゃいけないフィードバックってたくさんあるんですけど、でそういうところを生成 AI に投げてしまって、先生たちは重要な理論の部分、言ったら発展性がある部分であったり、今回この授業で身につけてほしい、このもうど本命のところだけをフィードバックすることが重要だと思うんですね。でこういうなんか投げられるところは投げるようにするっていうのが、まあ、各教科絶対あって、まあ、そこでこう、チャット GPT に評価側に回ってもらえるっていうのは強みなのかなというのが2つ目ですかね。で、まあ、3つ目、そうですね。3つ目は、じゃあ、そうですね。これにしましょうか。すごい、パって3つって限定しなきゃよかったってぐらいいっぱいありますね、引き出しが。あ、本当ですか。これが、生徒の数学の点数を架空に生成して、データを突っ込んでみたら、まあ、ヒストグラムにしてくれて、で、その平均点とか分散とかを調べてくれるんですね。まずデータの可視化とか、その扱いっていうのが圧倒的にうまい。だからクラスの各教科、クラスの数学の、分布も調べてっていうと、こうクラスごとに、あ、なんか点数の散らばりがあるな、なんでこんな散らばりがあるんだろうみたいな、先生たちが業務の中で使える、まあ、分析とかも、まあ、Excel でできるんですけど、まあ、パッてできるんです。これしかも無料でできる。というのがすごくて、各教科ではなくなってしまうんですけど、まあ、数学の中で、実は、教科書から学ぶデータサイエンスみたいなのって存在しないんですよ。もうその、うん、言ったら、データなんてノートで書いて、ノートで計算してやるものじゃないじゃないですか。だって、平均、各募集団の平均を、比較するためにノートでやりますかってやらないじゃないですか。なんで、こうデータを処理していくっていう、この本来の、作業の先にある分析っていうところにたどり着けるので、まあ、理科とか数学を中心に、ちょっと教科横断型で、まあ、このデータっていうのはどういう意味合いを持つんだろうっていうことには触れていける。これが総合学習や探究学習につながりやすいので、まあ、ここを突破口に考えていくっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。ありがとう。だから教科書の内容を、まあ、チャット GPT に分かりやすく教えてもらうっていうのは、二流の使い方だと思っていて。そこからは早く脱却してですね、皆さん、はい、ぜひ、こう、まあ、小学校、中学校ではなかなか難しいと思うんですけど、まあ、本来のこの興味関心というところ開きやすい感じなのかな、というふうにはまあ思ってます。まあ、まだまだ時間はかかるでしょうけど、まあ、そんなところが3つと言われたら3つ。ありがとうございます。確かに私も質問の仕方として何の効果って、まあ、効果っていうのっていうのは複数、まあ、いろいろな、評価軸があるので、まあ、ちょっと曖昧な質問であったなというふうに思うんですけど、私自身もまさにこれまでの教科科目の悪学習スピードを上げるという意味での効果的な学びっていうのっていうのは、もちろんまあカンアカデミー含めていろいろな先生が出てきてるかなというふうに思うんですけども、一方で私自身も注目しているのっていうのは、これまでやっぱりなかなか個別に対応するのが難しかった探究型の学習において、おのおのがその探究を深めるといいますか、高度化させるってことにおいて、生成 AI というのは極めて有効なんじゃないかなというふうに思っていまして、そういう視点から、なんかその子どもたち自身がその先生を使って、こういうなんか面白い使い方をして、こんなふうに自分の興味関心を深めたよみたいな、なんか事例とかってありますか？あ、それが今まさにやってるアロマテラピーのやつなんですけど、
で、ただ重要なのが、生成 AI って生データを作れないんですよ。シミュレーションして架空のなんかそれっぽいデータを作ることはできるんですけど、僕たちみたいなフィジカルでフィールドワークをして、ごそっとデータを作ってくれるみたいな、作りに行くっていうのができないので、だからさっき僕が潜在空間での学びと学校での、しかできない学びっていうのが本質だと思いますって言ったのは、そこで、生成 AI ができるのはデータの取り方をガイドするとこまでなんですよ。で、自分の興味に合わせてデータを取ってみようって、レッツゴーって言って動き始めるっていうのが、そこからが学校の先生と学校の現場で集まってる人間にしかできない、面白いところ。これが日本人だけだと、あんまりこう、なんていうんですか、ブレイクしないかもしれないんですけど、いろんな学校の生徒で一緒にやってみるとか、海外の学校とコラボして、オンラインでつなぎながらやるとか、いろんな多様な観点が入りやすいようにすることで、その興味関心と、取るべきデータというか、実験すべきことっていうのが、どんどん深まっていくと思うんですよね。だから、事例としてはまだまだ全然出てないです。なので、生成 AI を活用した探究っていうのは、まだまだこれから出てくることだと思うんですけど、でもこれって、プロのデータサイエンティストとかがいないとアドバイスできなかったじゃないですか、今まで。これが、担任の先生が安全管理をしながら見守りながら、ガイドまでは生成 AI がしてくれるっていうのは非常に嬉しいですよね。おっしゃる通りで、本当に超高度な個別家庭教師が常に横にいてくれるような状況というのが早くも実現できていて、そうすると、学ぶ意欲を持つというところがもちろん一番大事なわけですけど、学ぶ意欲さえあれば、実は YouTube とかの動画コンテンツと家庭教師である個別家庭教師である先生を使うと、かなりのところまで学びを進めることができるっていう状況がもう生まれていると思うんですね。そんな中で、そのまさに学校はこれからどうあるべきかっていうのっていうのは、やっぱりもう一回考えなければならないんではないかなというふうに思っていまして、田中先生が今からガラポンで学校の授業、学校のカリキュラム、学校の役割っていうのっていうのを再設計できるとすると、どんなふうにデザインをされますか？まず、校長が授業をしないって命令することですね。先生方が授業をしに行くあれをやめさせるっていうのが重要だと思います。だつまり、もう時間割っていうものが、一斉に学ばせる平均を向上させるっていうことについて、ある一定の成果を出してきたんですけど、もう時間割っていう枠組みが、もうこの生成 AI というイノベーションにそぐわない形になってるんですよね。なんで、授業行かないっていうのは、その先生たちに職務怠慢をしろってことじゃなくて、教室までは赴いていただくんですけど、そこで講義形式の授業をするな。で、その講義形式の授業をゼロにするんじゃなくて、今100あるとしたら20ぐらいに下げて、残り80の時間を、この生成 AI を用いて、テーマに応じた、インプットに当てる。で、そのインプットの時間が30取れたら、残り50は、フィールドワークに出られるわけですよね。なんで、そのリーダーシップっていうのが重要で、これを公立でいきなりやろうとすると、すんごいことになるんですけど、渋谷区さんなんかは、今年小中学校で、先生方も疲弊してますけどね、疲弊してますけど、探究の時間作ってるじゃないですか。あれは今言った授業しないっていうことを、リーダー、まさに自治体のリーダーレベルから実行していってるので、すでに実例は生まれ始めてるっていうことですね。そこですよね。まずはその余剰時間を作る。どれだけ働き方改革から入ってもそうはならないので、その仕組みを変えるっていうところが重要かなと思います。すごい分かりやすい号令で、確かに授業をしないっていうね、そこそハーバードの白熱授業みたいなものも、授業自体、先生自体の一方通行型の授業はないけれども、ディスカッションのファシリテーターとしては先生は大いに機能している、まさに全部の授業をそうするっていう号令をかけてみると、実は思いもかけない使い方が生まれたり、新しい授業が生まれるのかなというふうにも思いました。同時に、教育ってやっぱりこれまでっていうのっていうのも、その受験があるからこそ変われない学校の仕組みみたいなものもあって、まるその初等中等教育から高等教育まで、ある種一気通貫にいろいろと変わっていかなくてはならない。で、ここから先、それこそ、入試のあり方とか、その学校制度のあり方に関して、田中先生がここはもう改善した方がいいのではないかとか、ここはもう古いのではないかと思われているところがあれば、ぜひご指摘いただければと思います。世間でいろんなこと言われてますけど、僕は結構大学入試の変化については評価をしていて、一般入試って言われる、いわゆる筆記でゴリゴリやって、ゴリゴリ学力を競って入れるっていうものは、
悪いように見えて、実は分かりやすいっていうメリットもあるんですよね。どんなに経済状況とかが仮に悪くても、ある一定の努力をすれば、確実にその学校に入れる入り口っていうのを用意しているっていう側面では、いいところもある。で、ただ一方で、これまでどういう経験をしてきたかっていう、その経験値とか、プレゼンテーションによって人間性評価されて一本釣りするような入試の形態っていうのは、大学入試だけじゃなくて、もう高校、中学にも、一部降り始めてきているっていうところがあって、この流れっていうのは僕はすごく評価をしていて、そのまま頑張ってもらうと、半々ぐらいまでの割合に行けば、いいんじゃないかなって思います。で、一方で学校に何を求めるかっていうさっきの問いで言うと、子供たちが勉強する目的を認めろってことです。つまり、ゴリゴリ受験勉強をやりたい生徒もいると。で、探究をやりたい生徒もいると。で、ちょっとどっちも決められないけど、とりあえずみんなについていきたいみたいな人もいると。勉強する目的って子供たちによって違って、で、それでいいと思うんですね。ところが、蓋を開けてみると、この学校は全部受験でレッツゴーとか、全部探究でレッツゴーみたいなムードになってると。これだと、ちょっと、生徒募集をミスったり、そこになんか、公立の学校だったりすると、いろんな目的を持った子がそこに集ってるのに、全員で探究しろってどういうことみたいになるわけですよ。これも違っていて、非効率ですよね、と。つまり、こう学校だからこういう生徒を集める。それは OK だとして、ただやっぱ子どもたちの学びたい目的っていうところに、教師や学校が寛容になって対応できるっていうふうにするのが、公立の学校ではまず一つかなと思います。入試勉強ばっかりやらせるんじゃなくて、そういうことですね。なんで授業をやめろっていうのは多分、そういうところにも機能すると思ってます。ゼロにするんじゃなくて、はい。伝わりました。はい、ありがとうございます。私も全く同感で、やっぱり一人一人どう生きたい、大事なことって自分自身がの幸せって一人一人違って、自分の幸せをどう定義するか、そしてそれに向かって自分はどう生きたいかっていうことも人それぞれ違いますし、さらに言うと自分にとってやりやすい学び方っていうのも一人一人違う。それがこれまで一律に規定されていたことっていうのが、ある種子どもたちにとっても苦しさにつながってたんじゃないかなっていうふうに思うと、その価値観が多様化してるってことっていうのを学校がどういうふうに、より吸収できるかどうかってことっていうのが、これからの学校にとってとても大事なんだなと改めて思った次第です。はい、今日は田中先生、お忙しい中お時間いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆様に来週以降のご案内をしておしまいにしたいと思います。はい、来週以降もしばらく先生が続きますが、暑いですけども、またご参加いただければと思います。それでは改めまして、田中先生、そして視聴者の皆様、本日もどうもありがとうございました。